仙台牛切り落としすき焼き用。個体識別番号情報によると、宮城県大崎市生まれ大崎市育ちの牛肉と、青森県戸和田市生まれ宮城県留めし育ちの牛肉が混ざっている。仙台牛は、全国で唯一、肉質等級が最高の後に格付けされないと故障が許されない、ブランド牛肉である。宮城県特別表示認証食品に認証されており、地域団体商標も、 取得済みである。仙台牛の定義は黒毛和酒であり、仙台牛生産肥育体系に基づいて、個体に合った適正な管理が行われ、宮城県で肥育された日本食肉格付け協会枝肉取引企画が A-5 及び B-5 である牛肉である。宮城県で肥育されたが、仙台牛の定義に当てはまらない牛は、口実のように他の銘柄として流通している。 宮城ではなく、仙台が、銘柄の名称に採用されているのは、仙台の方が県外での訴求力が強いからである。仙台牛と呼称されるには、定義4が重要である。仙台牛は、日本食肉格付け協会の肉質等級において、最高の5等級を満たす場合のみ呼称が許される。また、ぶどまり等級、C、すなわち、肉牛の体格が小さいために取れる枝肉の量が、 少ない場合は、肉質等級5であっても仙台牛とは故障できない。結果、A-5 及び B-5 の牛肉のみ、仙台牛との故障を得られる。これは、2002年8月19日以前の松阪牛と同じ基準であるに、肉質等級の基準が削除された。かつて、松阪牛や飛田牛なども、肉質等級5に限定していたが、2001年に、 BSE 問題や産地偽装事件が発生すると2003年の牛肉トレーサビリティ法の施行前に基準を緩和した2005年時点では肉質等級5限定の銘柄牛肉は全国に仙台牛、新州牛、深谷牛の3銘柄しかないとされたが2010年時点では新州牛も深谷牛も基準を緩和しており肉質等級5限定の銘柄牛肉は 仙台牛が全国で唯一となっている。仙台牛は、その定義により、格付けが低い枝肉での故障は許されないため、流通量を確保するのが困難である。定義の1から3を満たす使用個数は、宮城県内に約800個あるが、定義4により仙台牛は、約3000頭、年度の生産量となっている。仙台牛と認証された頭数の、 県内産黒毛は牛出荷等数全体に占める割合は2002年度が25.0%、2003年度が22.4%、2004年度が23.8%となっている。2007年仙台牛率53%の茂るようを期間賞推しとして県が認定した。 2010年3月3日には、シュゲル用の凍結生液を用いた牛が初出荷され、仙台牛率60%という実績を得た。本格的に流通し始める2011年からは、県全体の仙台牛率の向上が見込まれている。卸売における仙台牛の出荷鮮度実績は、東京食肉市場が全体の54%を占める1934頭で、 最も多かった。次に多かったのは仙台食肉市場で全体の43%の1526頭。その他に流通したのは3%で117頭であった。同年度の東京食肉市場における銘柄牛肉の取扱い頭数は仙台牛が最も多かった。小売りにおいて仙台牛、仙台黒際牛取扱い店の登録をしているのは 宮城県が29.5%で最も多く、関東地方が15.4%で次いでいるが、西日本にも分布を広げている。すなわち、卸売される東京都仙台の市場から、小売り段階では全国に流通していることがわかる。2010年時点では、仙台牛銘柄推進協議会が認定する指定点は498点、同協議会が 仙台牛をメニューに加えることを認定した提供点は166点となっている。なお、牛肉トレーサビリティ法施行後に他の銘柄牛肉では格付けの低い枝肉まで故障を許すようになったため銘柄内の差別化のため A-5 や A-4 のように日本食肉格付け協会の格付けを明記して広告や小売りを行う例が見られるようになった。 他の銘柄牛肉では、仙台牛並みの A-5 及び B-5 はその銘柄内で十分に差別化されて、付加価値を帯びるが、仙台牛は A-5 及び B-5 という最高の格付けのみに限定されるため、仙台牛という銘柄内で差別化するのが困難である。そのため、特に仙台牛の提供店の一部では、 日本食肉格付け協会の格付けに加えて BMS の数値を明記して差別化する例が見られるようになった。肉質等級5では BMS がナンバー1にからナンバー8まで5段階に分かれ数値が大きい方が良いが供給量が比較的多いナンバー8の仙台牛と少ないナンバー1にの仙台牛との間には時には数倍の価格差が卸し段階で生まれている。 宮城県内で生産されている銘柄牛肉は日本食肉格付け協会による格付けに、格付けが A-5, B-5, A-4, B-4 である牛肉。すなわち、前沢牛と同じ肉質等級4以上の牛肉。以下の銘柄は肉質等級4以上でないと故障が許されない高級銘柄であったが、現在は、 仙台牛及び仙台黒毛和牛に統合され流通していない。宮城県は肥育農家のみならず繁殖農家も多い。宮城総合家畜市場の小牛取引等数は約2万頭で、その約4割が宮城県外に出荷されている。県外出荷分の約半分は山形県に出荷され米沢牛などになる。東北ジャランプロデュースのハンバーガーで定義は 以下の通りである。2009年時点で仙台市内の7店舗で発売しており、仙台牛100%の店が4店舗、仙台牛50%、仙台黒毛和牛50%の店が1店舗、仙台黒毛和牛100%の店が2店舗である。価格は仙台牛100%で700円から1 0円、仙台黒毛和牛の場合では500円程度からある。ありがとうございます。